若林文江の株いじり。なんだか急に寒くなってきてしまって体調崩している人はいないでしょうか。若林文江です。実はですね、先週から今週にかけて異常に忙しくて、別に仕事をしてたわけじゃなくてゴルフ行ったりとかっていうので忙しかったんですけど、月曜日にですね、平尾正明チャリティーコンペって平尾先生が毎年やってらっしゃる、テレビ東京の番組があるんですけども、そのゴルフコンペに参加をさせていただいたんですね。で、月曜日ですから相場は動いてるわけですよ。で、常にこう携帯を持って、相場が開いてるんで、ものすごく電話が鳴ってくるの申し訳ないなと思いながら、ゴルフをやったりとかしていて、やはりゴルフ会場にも必ずパソコンは持っていくんですね。暇さえあれば開いて株価をチェックするっていうのが、私の普段のこの、ゴルフに限らずですね、普段の日課みたいなものなんですけども、で、実際ですね、その後、ゴルフコンペが終わりまして、実は32回大会目ということで、私32位でハワイ旅行をゲットしたんですね。で、嬉しさのあまりそのまま東京戻ってきて、桜ちゃんパパに誘われてたので、ニューハーフの、お店に行って、ものすごく疲れてるのに朝まではしゃぎまくってですね、で、その後次の日起きて、朝から相場を見て、この寝不足のまんまですね、今度は夕方から日本放送の収録だったんですよ。で、日本放送実はそれが最終回だったんですね。やはりですね、3年もやってるとですね、涙が出てきてしまって、だいぶ泣いちゃったんですよね。で、その後、みんなで飲み会に行って花束をもらい、なんかプレゼントをもらいしながら、なんかおいおい泣いてたら、前の日のその寝不足もたたってですね、ものすごく酔っちゃったんですよ。で、ものすごく酔っちゃったらパソコンもどっかに忘れてきてしまって私の命より大事なパソコンもですね、朝起きたらなくて、で、今日は一日ですね、朝起きてて、今日の水曜日ですよね、一日パソコンがなかったんですね。で、実際携帯で取引しようと思えばできるし、証券会社に私は担当マンもついてるので、担当者に電話をすれば全然構わないんですけど、やはり常日頃24時間ほぼ手を手放さない、そのパソコンがない恐怖、相場が常に見られない恐怖っていうのを今日改めてというか久しぶりに感じてですね、やはりパソコンは大事にしなきゃいけない、酔ってもですね、花見離さず持たないと、いけないなと思った次第でした。実はですね、タクシーに忘れてきてしまって、綾瀬の、北綾瀬なんですけど、正確にはの警察署にあるということで、明日ですね、朝一で起きて取りに行って、その足で今度は大阪に行くという感じな感じです。なんだかバタバタでですね、何やってんのかなって思うような数日間でした。はい、ということでですね、今日はご祝儀相場ということで、紀子様が、無事にご出産されました。そのことについて話してますので、ぜひ